お父さん。お父さん。悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だがピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてクリリン。たった二人の人造人間のために、この世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ご飯はたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなご飯の強さに憧れ、ご飯と共に戦いたいと願い出るのだった。ご飯さん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った二人の戦士。そっか、分かった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました。行きますよ。ゴロさんを倒せるくらい強くなって、人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その息だ。その調子だ。はい。これはどうだ。どうしたトランクス、もう終わりか。よし、飲み込みが早いぞトランクス。さすがだ。まだまだいけますよ。人造人間の強さはこんなものじゃないぞ。もう少し手加減した方がいいか。どうだ。今のはいい攻撃だ。こうして戦っていると少しベジータさんを思い出せよう。ありがとうございます、ご飯さん。はい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 。よし、これくらいにしておこう。はい。いいぞトランクス、さすがベジータさんの息子だな。
そんな、本当に本気を出したゴハンさんには絶対に勝てませんよ。そんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる。来たといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね。母さんには修行してることは秘密だし。じゃ、途中まで一緒に行こうか。はい。早く帰らないと母さんを心配させちゃうぞ。今こういう時だからね。ところでブルマさんは相変わらず元気かい？はい、元気にやってますよ。今ちょっと開発してるものが手こずってるみたいですけど。へえ、ブルマさんでもそんなことがあるんだね。大丈夫ですか？君たちは？あいつに襲われてたんですね。いかん。なんだ？あの警告音は人造人間たちを呼び寄せるんだ。なんですって？聞こえたか、18号。聞こえたよ。楽しめるといいけどね。もうダメだ。人造人間たちが来てしまう。トランクス、君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間。あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだ、トランクス。僕もゴハンさんと一緒に戦おうと。君はまだ奴らと戦える力はない。まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない。君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。はい、わかりました。勝とうと思うな。生き延び
べることを考えるんだ。とにかく隙を作ってここから逃げ出すんだ。おっと、少し気を抜いていたかな。今頃何の相談をしている。なるほど、少しはやれるらしいな。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。よし、どうやら行ったようだ。そうですね。そういえばさっきのおじさん大丈夫かな。ちょっと心配だな。案内してもらえるか。はい、わかりました。おじさん、大丈夫でしたか。おお、君たち無事だったか。はい、あなたも無事でよかったです。いやー、あれに見つかった時はもう助からんと思ったよ。君たちのおかげだ、本当にありがとう。いえ、ところで、あのドローンは一体何なのですか。あれは昔レッドリボン軍が作ったパトロール用のメカなのだ。え？もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだな。だけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよね。ああ、メカが自分で勝手に動き回っているようだ。もはや施設の巡回という命令も忘れ、世界各地で目撃情報がある始末。しかも今その警報を聞きつけるのはあの人造人間なのだから、さらに立ちが悪い。人造人間と戦いたくなければあのドローンに見つからないうちに逃げるか破壊するしかない。もし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど、教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさん、すごく詳しいんですね。うん、
実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな。中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい、このありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。そうですよ、もうあれには近づかない方がいい。そうだな。だがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたら、その部品を私に譲ってもらえないだろうか。もちろんお礼はさせてもらうよ。確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしな。おお、やってくれるのかね。わかりました、できるだけでよければ。ああ、それで構わないよ。それじゃあ二人とも気をつけてな。人造人間を呼び寄せるドローンか、放っておけませんね。ああ、だが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになる。ドローンを破壊するなら気をつけないとな。ええ、そうですね。今の僕じゃ人造人間には勝てないですし、悔しいけど。よし、それじゃ気をつけながら帰るか。はい。ドローンが出てる場所が迂闊に飛んでたら危ないぞ。大した敵じゃなさそうだ。あ、よかった、なんとか壊せたか。これで人造人間は来ないはずだ。なんとか壊せたか。
それで人造人間は来ないはずだ。せーの、間に合ったか。ふう。持って、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 どうだ。持って、他のドローンも止まったみたいだな。よし、よし、きっと間に合ったはずだ。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。母さんと僕だけしかいない家だ。